はい、こんにちは。中本博修です、今回は日本書道教育学会富士、小学初級版の、課題、小学校2年生の課題、一章っていう字ですね。この字を解説してみましょう。一章。この字ですね。まず、一っていうですけども、斜めから、筆を初めて持たれる方もいらっしゃると思いますけど、斜め、こういう方向から、斜めからこうに筆れる。イメージこんな感じですね。こういうふうに筆れて、軽く押さえて、そのスーッと。で、ここでもう一回、1、2、3と止めて、筆を戻しながら持ち上げます。これが1ですね。この時にですね、こういうふうに、少し右が上がっていってます。もう一回書きますね。斜め、これ斜めに筆入れます。イメージ的にはこのように筆が入ってるんですね。こう筆を入れて、軽く押さえて、ついて、もう一回ここでキュッキュッと押さえて、こんな感じですね。はい、ここのこの角度ですね。この角度が、これ分度器あったらどうでしょうかね。45度ぐらいの角度ですかね。適当、大体ですけど45度ぐらいの角度で入ってますね。もう一回いきます。ちゃんと筆で軽くついて、そしてそのままそしてここでこのまま持ち上げない。そうするとここがブツブツになります。こういうふうにしないで、もう一回いきます。ちゃんと、1、2とちゃんと入れて、軽くついて、ちょっと緩めて、そのまま。で、ここでですね、もう一回筆をちょっと緩めて、もう一回押し直します。1、2、3と押して、そして筆を起こし、筆を戻しながら持ち上げていきます。はい、今度はそういった筆使いに気をつけながら、一章と書いてますね。斜めの筆、ちゃんと押さえて。で、これもう一回、ちゃんと押さえて。戻しなくても違う。これが1ですね。はい、小。これも点打ち。これ右行くと1ですけど、同じ角度に入れて、こっちを引くと左払いですね。で、同じようにこう入れて、押さえます。ここも横棒の筆の入れ方と同じですね。こう45度入れます。これ右行くと1になります。下行くと縦棒になりますね。こうして。縦棒になりますね。そして、ちゃんと出て、こう、止めます。で、これは、ここの左バレーもちょっと見、この左バレーのこの辺りですね。この辺りから書き始めてますね。ちゃんと筆を入れて。このようにこんな角度ですね。ちゃんと筆を入れて。筆をこう、少しついて。で、これもう一回、1、2、3と押さえて。で、筆を起こして、戻しながら、筆を持ち上げます。こんなイメージですね。この時にですね、この、ここに横棒3つありますね。3という字があります。この3という字、こうイメージになるよ。ですから、これがこう、こうイメージ。これがまっすぐ。これがこうイメージになるようにですね、お書きになるといいですね。で、注意することはこうして、軽い右あり。ここでちゃんと筆を入れて、ここでちゃんと止める。ここに注意しましょう。もう一回書いてます。ちゃんと筆入れて、ちゃんと止めます。ちゃんと筆入れて、ちゃんと筆入れて、止めます。ちゃんと筆入れて、こんな角度ですね。ちゃんと筆入れて、下へまっすぐ、ちゃんと筆入れて、ちゃんと筆入れて、こんな感じですね。そして、先ほどお勧めしましたように、こうしたら少し字がこう上がこういうふうに、こういうふうに少し右側になってますね。で、この線は少しこういう方向になってます。これはまっすぐ。これはこういう感じですね。で、このようにですね、筆で勉強していただいてもいいし、またはですね、このような、皆さんの紙を用意していただいて、こう鉛筆、これが鉛筆としますと、やはりこうちゃんと入れて、1、小、ちゃんと入れて、こうして、ちゃんと入れて、ちゃんと、このように書きましょう。気をつけることは、軽いこう右やりになっていること。この横線3本は、こう線の行方が、方向が違います。こうなっていると。そして、ここの間隔を同じにすること。ここを長めに書くと美しいですね。この小って悪い例。今度は悪い例いきますね。はい。悪い例。悪い例。
どこが悪いか説明しますね。はい。位置っていう、こう水平線でマイコン返してもらう。そうじゃなくて、ここもちゃんと入れて、少しこう右側に声を書くことですね。小っていう、ここの入れ方は、ここの入れ方が悪いんですね。ちゃんと入れて、こう少しこう、この線は少しこう右側に書く。ここもちゃんと入れて、こう押して、ここもちゃんと入れて、もっと右側に。ちゃんと入れて、右側になって、こうに。少しこういう雰囲気ができてないですね。まずこう書きますと、こう押して、こう沿って、次はこう入れて、こう押して。このように確認しましょう。以上、今回はですね、小学校2年生の課題、一章の美しい書き方について解説しました。皆さんもどうぞ、メモ用紙かなんかに練習してみてください。あるいは頭の中でこう書くと、美しく書けるというふうに理解していただくだけでも結構です。ではこれで仲間拓司のワンポイントレッスンを終わります。